はい、おはようございます。爆食マスブシスタジオチャンネル始まりました。ということで今、今日はですね、池袋駅の西口のすぐところ、すぐそばにあります富士そばにやってまいりました。富士そば、まだ1回も YouTube で撮影してなかったんだね。だから普通にまあ普段から行ってるので、はい、なんか行った気になってましたが、じゃあ今日は年末ということもありますので、富士そばのおそばを食べて年を越していきたいと思います。はい、ということで、富士山盛りおそばとカツ丼を食べました。で、ヌーちゃんが鴨せいろにしてたので、つゆを変えてもらうという、はい、ジャイアンにしました。本当はこっち、はい、はい、こっちです。では、いただきます。富士山盛りは3人前です。いいね、年末って感じだ。うん、うん、めちゃくちゃうまい。富士そば麺がめっちゃ美味しいな。出汁が効いてて美味しい。鴨も肉もゴロゴロ入ってるし、うん、美味しい。うまそう。蕎麦屋のカツ丼本当にうまいよ。いただきます。うん、これお出汁だ、最高。お肉もすごい柔らかい。うん、you
足りない。追加します。はい、追加しました。紅生姜天うどん。はい、ということで完食いたしました、富士そばのなんかいろんなメニューを食べてみたわけでございますが、もうあっという間の1年でございましたね。富士そばでそばを食べながらなんかしみじみとしておりました。二日酔いの脳みそと体で。はい、ということでね、年越しそばだったわけでございますが、皆さん今年1年どうでございましたでしょうか。何か印象に残った、回とかがあったらコメントしてもらえると嬉しいですね。はい、ということで2020年本当にありがとうございます。2022年本当にありがとうございました。2023年もどうぞ引き続きよろしくお願いします。またね、良いお年を。